動画始まってすぐマグマダイブ。顔の木材が大量に燃えちゃったよ。最悪だ。マグマカップルの出来上がりだい。皆さんどうも、ドイヒーマンです。雨の日外出れなくなるよ。皆さんいつもたくさんのコメントありがとうございます。前回のドイクラはペラペラの壁猫ができたんだよね。それでは今日もマインクラフトを頑張ってやっていきましょう。前にマグマ製品を作ったので今日はマグマポンちゃんを作っていきましょう。またマグマ建築かよ。うるせえ。マグマ建築を待ってるんだよ。1億2000万人のマグマファンが。そんなにマグマファンいないよ。まずは建設予定地の設置を先生お願いします。仕方ないな。じゃあ設置頑張ってやっていきましょう。そしたら設置先生応援祭りだ。また変な祭りが始まったよ。先生ハゲ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 ったハゲハゲツルツル。先生ハゲ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 ったハゲハゲツルツル。へいって全然応援になってないよ。盛り上がったね先生ハゲハゲ祭り。応援祭りじゃなかったのかよ。視聴者の皆さんは応援してると思うから頑張って。それを願って頑張るしかないね。はい、設置できました。それではポンちゃん作りいきましょう。今回マグマにするのは服。ハゲになっちゃってるじゃねえかよ。そっか、これじゃ先生か。ハゲイコール先生じゃないから。服をマグマにしていきましょう。マグマ建築なので周りにガラスを置いていきましょう。長さはこんな感じ。横から見るとこんな感じ。この長さをガラスで囲っていくんだね。縦6、横10でガラスを置きました。それじゃあ足から作っていきましょう。灰色の部分は灰色のウールにしましょう。灰色のウールを2段重ねていく。そして空いた隙間には土をつけていきましょう。土をつけることによってウールの周りが囲われてマグマから燃えなくなるからです。これぞ匠の技。マグマ建築の技なんていらないよ。うるせえ。コメントで僕もマグマ建築やってるってコメント多いからね。意外とみんなマグマ建築好きなのね。そして上に上がれるようにはしごを作っていきます。降りながらはしごをつけていくという高等テクニック。これで落下したダメージを少なくする。これを習得するまでに10年はかかったね。嘘つくなよ。最近マイクラ始めたんでしょうか。そしてガラスを積み上げていきましょう。足の長さは12マス。12マス積み上げていきます。12マス積み上げ終わったよ。さあここでちょっと休憩でもしましょうか。休むの早すぎじゃないか。ずっとやってたら疲れちゃうからね。休むのも大事だよ。このペースで休んでたら休んでる時間の方が長くなっちゃうよ。休憩終了。じゃあ続きをやっていきましょう。次は腕を作ってそこからマグマを流していきましょう。って下のウールが燃えちゃってるよ。っていうかゲーム画面撮影するの忘れちゃってるよ。あちょぺちょぱー。ウールが燃えちゃうっていうメシューマシーンが撮れてなかったよ。しかも作業もめっちゃ進んでて撮れ高が台無しだよ。こいつはもうあちょ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 ぺちょぱー。まあ落ち込んでても仕方ないからとりあえず休憩します。休憩してばっかりじゃないか。作業しろよ。今のところ腕とボタンみたいなのは作ったよ。肌色は白樺の木材、白は骨ブロックだよ。それじゃあ作業再開だ。胸の部分を作っていきましょう。骨ブロックだから向きを揃えたいのでまずは石を置いて足場を作る。そしてその上に骨ブロックを置いていきます。骨ブロックの上に肌色があるから白樺の木材をつけていきましょう。そしてその横に白いのをつけていく。反対側にもつけていく。これで胸の部分は完成。あとはこの胸の部分の下からマグマを流していけばいいだけ。これで胸の部分は完成。胸の髪の毛は黒オークで作るので燃えちゃうのが心配なので後で。
髪が燃えたら先生みたいになっちゃうからね。先生別に髪の毛燃えたわけじゃないから。そして周りのガラスをどんどん積み上げていきましょう。体できたしこれで終わりでもいいんだけどな。顔なかったら怖すぎるでしょうが。それじゃあ肩の部分を作っていきましょう。肩の部分は4マス、ガラスは5マス積み上げる。5マス積み上げたら上から3段目にブロックをつけていく。このブロックの上にマグマを流すことによって上から見ても肩が綺麗に見える。それではマグマをつけていきましょう。いつものマグマの場所まで取りに行ったら大変なので近場でマグマを見つけたよ。マグマを探してる様子も撮影できてなかったよ。おじゅびじゅばー。マグマたくさん見つけたからマグマ建築やりたい放題だね。どんだけマグマ建築する気だよ。そして食料不足でお腹いっぱいするの大変だからマグマダイブでお腹いっぱい。そろそろ畑とかも作った方がいいんじゃないのか。それじゃマグマ畑を作っていこう。なんでもかんでもマグマだな。肩の上からどんどんマグマを流していきましょう。そして胸の部分が一段高く作っちゃってたから作り直し。まあこういうこともあるよね。だって僕ミスのプロだからね。ミスするプロなんていないから。胸の部分を直して肩の作業に戻りましょう。ブロックの上にマグマを置いていって、ガラスを置いていって肩の完成。肩ができたら次は顔を作っていきましょう。目の水色と口のピンクを羊毛で作りたいね。コメントで羊毛で作れるよってあったからね。でも羊毛が足りないじゃないか。というわけでスッポンポン祭りだーい。最近スッポンポン祭りやりすぎだろう。スッポンスッポンでスッポンポン、えいスッポンスッポンでスッポンポン、えいスッポンスッポポポポンスッポポンポンスッポポンでスッポンポン祭り飽きられちゃうよ。うるせえ。コメントでスッポンポン祭りだけの動画作ってくれってくるぐらいだから大丈夫だよ。みんなスッポンポン好きなのね。青色の羊毛はラビスラズベリーでできるのね。ラビスラズリだから。ピンクのは赤いのとコップンを混ぜてそれで羊毛を染めればいいのね。素材は揃ったから顔作りやっていきましょう。顔は体より2マス前と後ろに出てます。なのでガラスで2マス前に出しときましょう。そこに白樺でどんどん肌色部分を作っていく。木材が燃えないように土のブロックでガードしながらね。置き方はこの絵の通りに置くだけ。この通りに口と目をつけていきます。髪の毛もつけていって顔の前部分が完成。そして後頭部も作っていきましょう。後頭部は黒を積み重ねるだけだね。次に背中部分のマグマを流していきましょう。マグマ流して土で急いでガード。遅れちゃうと木材が燃えちゃうぞ。ああやばい、どんどんと燃え出しちゃってるよ。急いで消して、そしてガードしないと。なんとかギリギリ間に合った。背中部分のマグマつけてから後頭部作らなきゃダメだったね。マグマ建築のプロでもたまにはミスしちゃうね。そもそもプロじゃないからね。背中の残り部分のマグマをつけていく。今回は燃えずにうまくできました。さすがマグマプロ。そして危険なのでこの穴は埋めちゃいましょう。あとは顔の横部分を作るだけだね。横部分を作る前に中にブロックを置いてマグマから燃えないようにしときます。がっちりと隙間なく埋めれたら横側を作っていきましょう。こっからはスピード勝負。土を削ったら急いでブロックを置いていく。そして周りを囲めば燃える心配はなし。こうやって横にどんどんブロックをつけていきましょう。あとはクロークで周りを埋めちゃえば顔の完成。そして周りにガラスをつければいいだけだね。残るは垂れた髪の毛を作ればいいだけだね。でもめんどくさいしこれで完成でもいいかな。あとちょっとなんだから頑張れよ。
前のガラスを割っていき、ここからがスピード勝負だね。急いで黒オークをつけてからガラスをつけるってわけだよ。急いで黒オークをつけていく。そしてガラスをつける。さあ横にも黒オークをどんどんつけていく。そしてガラスをつけていく。これで完璧。あれでも燃えちゃってるよ。なんで燃えちゃったんだよ。多分原因はこの胸の部分を上から見てみる。真ん中に胸の部分があって、左側にマグマがある。ここに髪の毛をつけたい。だけどここに空間が空いちゃってるから炎が出てくる。木材の周りすべて埋まってればマグマと触れてても火は出ないからね。なのでこの後ろをブロックで埋める作業をしようと思ってたけども、顔がもうめっちゃ燃えちゃってるよ。顔も作り直さなくちゃいけません。あちょぺちょぱー。まずはこの部分を埋める作業からやっていきましょう。一旦髪の毛をつける部分に土をつけて、その後ろにもつける。これで後ろ側にブロックがつけれました。その横は4ブロック埋めなきゃいけないから、それは大変なので上からマグマを流しちゃいます。これでマグマが下まで垂れていって隙間を埋めてくれます。あとは顔の作り直しだい。だいぶ時間かかって顔の修復完成。マグマ建築は一度ミスすると修復が大変だからね。なので皆さんはマグマ建築検定を取ってからマグマ建築やってみましょう。あーやられちゃったよ。あじゅっぴじゅっぱー。マグマ建築検定なんかないから、そんなわけのわかんない話してるからやられちゃうんだよ。それじゃあ胸の髪の毛の部分リベンジ。ガラスを割ってここに木材をつけていく。頼むから燃えませんように。外側が2ブロック、そして内側が4ブロックね。急いで木材をつけていく。そしてガラスで蓋をする。なんとか燃えなさそうだぞ。4つ目のブロックをつけて、これで完成だ。大ミスはあったけども、なんとかマグマポンちゃん作ることができたぞ。それではマグマポンちゃん見ていただきましょう。どうぞ。マグマの洋服がおしゃれでいいね。そして接近とラブラブだね。もっと近づければよかったかな。同じ距離だからグッチと接近がもしかしたらラブラブかもしれないもんね。おっさん同士のおっさんズラブ見たくないよ。夜になって光輝くマグマポンちゃん、二人の未来も輝いてるね。落語家さんみたいなこと言わなくていいよ。うまくできたところで今日はこの辺で終了。マグマ建築すごいと思ったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。さよなら。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。